どうも。さあ、今日もやってきました。パープルの時間8時です。現在ね、開幕9連勝中かな。もう負け知らず。このままね、いっぱいもせずに、60試合全部終わるかな。ということでね、今日もやっていきたいと思います。今日は10試合目からね、やっていきますよ。さあ、じゃあ音楽消していくか。聞こえてるかな？ちゃんと聞こえてるよね。OK だね。さあ、やっていきますよ、今日も。さあ、もう負けないね。負けないし。負けないし、打つし。もう、ウハウハだね。毎日ね。ウハウハでやってます。毎回ね。毎日じゃない。毎回ね。さあ、誰かにこんなものをカクカクすると思うんで、ちょっと一回ね、一旦10秒ぐらい再起動します。さあ、これでね、ニコ生の方も大丈夫でしょう。さあ、やっていきましょう。今日もね。さあ、どんどんやっていこう。60試合なんでね。さあ、ホージ選手がね、前回ちょっとホームラン3試合で1本も打てなかったんで、ちょっと中日のね、コメス選手に4本ということで並ばれてしまってるんだけど、現在、ホームラントップね、暫定。まずデータ処理でセーブでロードからね。手動ロードです、ここは。さあ、行くよ。今日もね。頑張ろう。さあ、ロード成功と。さあ、ペナントですね。第10試合目からかな、続きから。4月14日からだね。9試合が終わってます。で、もちろん9戦全勝してるんで、ヤクルトスワローズ1位ですね、首位。で、2位が阪神、3位が広島。同率3位が読売。で、5位が中日、6位が横浜となっております。で、コンピューターのレベルは最高のパワフル。で、風あり、エラーあり、天気の変化もありとなっております。さあ、ではまず他球団の試合ね、結果だけ見ていきましょう。横浜と読売の試合です。横浜スタジアムで行われました。さあ、結果だけね、見ていきます。まあ、この時は DeNA じゃないからね、横浜ベイスターズです。さあ、巨人が先制して最後、横浜も追い上げたんですが、及ばず、巨人が逃げ切っております。勝利投手、ガルベス投手、2勝目ですかね。横浜は三浦大輔投手で星を落としております。さあ、ホームランは巨人の清原和博選手が打っております。さあ、接戦を巨人がものにしております。さあ、中日対阪神も見ていきましょう。名古屋ドームで行われました。さあ、結果だけね、見ていきます。さあ、中日が追いつきました。で、阪神が終盤に2点を取って、それは決勝点ですかね。やっぱり9回最終回に中日も追い上げたんですが、これも追い上げ及ばず、4対3で阪神が逃げ切っております。さあ、阪神の川尻投手、勝利投手ですね。で、リベラ投手がセーブポイントを上げております。で、中日の落合投手が敗戦投手ですか。で、新庄選手ね、新庄剛志選手。島最初阪神だからね、阪神にドラフトで入りました新庄剛志選手がホームラン、あと今岡誠選手、元中日のゴメス選手が第5号ホームランをトップ、暫定トップとなる第5号のホームランですかね。第6号も一発だけかな。中日ではでも3点取ってるからな、2本打ったかもしれないですけど、とりあえずゴメス選手が1本以上ホームラン打ってます。ちょっと見てみようか。ゴメス選手1本だよさすがにね。わっ、えぐっ。4番ね、4打数4安打じゃないか、これ何それ。スリーベースが出ればサイクルヒットだったんだ。当たってるな、ゴメス選手ね。ちょっと打率も見てみるかね。1人だけ気を吐いてる。4打数4安打 1ホームランということで、打点はホームラン、ソロホームランだけが。あ、で門倉投手だったんだ。門倉投手ね、中日から横浜に行って、あとメジャーにも行ったか、門倉選手は。ちょっとわかんないですけど、中日横浜にいましたね、あとね。
さあ中日が接戦で敗れております。さあでは広島、今日からね広島との戦いです。広島市民球場での戦いです。さあヤクルトアウェーでのね試合になります。広島市民球場も屋外球場なんでね、ドーム球場ではないんで天気の変更がありますよ。さあ今日はどうだ、ドバシ、ちょっとドバシいい加減にしろよ。何試合調子悪いと思ってんだ、本当に切れるぞ。もう引きずられて宮本選手も副島選手もさ調子戻ってきてないじゃん、ドバシのせいだぞ。くそー、いいよじゃあヒル選手で頑張るよ。調子いい選手、あーどうすっかな、武藤選手入れるか、あ小早川選手でもいいんだよな、小早川選手入れるか。じゃあまずセンターを飯田選手にして足早いんで、で稲葉選手をライトにします。稲葉選手ね肩もいいんで、で宝治選手はいつも通り左ねレフトで、一塁に小早川選手入れます。でどうすっかな、打順2番池山選手、3番稲葉選手、4番宝治選手、5番小早川選手の打順でいきます。あと渡来選手、古田選手、馬場選手でいきます。今日セカンドいないんだよ、やっぱり土橋選手と宮本選手しかセカンドできないもんな。ショートはねまだ馬場選手とかしかいないもんな。ショートはね池山選手とかできるんだけど、セカンドがね馬場選手と宮本選手と土橋選手だけなんで、まあこれでいきましょう。まあいいでしょう、ちょっと調子悪い選手多くなってきたね。まあ調子のいい選手だけ出していきます。さあ今日の先発ピッチャーはどうすかな、お川崎健次郎選手もう絶好調なんですけど、高津選手絶好調だな、どうすかな、どっちもコントロールスタミナ C か、高津選手でいくか。今日ね絶好調の高津慎吾投手でいきます。先発ね、この時はスタミナもあるんでね、スタミナ C、コントロール B で、球速はマックス145なんで、多分今日絶好調だから145バンバン直球出してくるんじゃないですかね。さあここまで防御率0点台ということで、前回も6回かな投げき、7回かな投げ切ってね、失点0で抑えてます。さあ広島は1番野村健次郎選手、2番苫篠選手、3番前田智則選手、4番江藤選手、江藤選手も広島、巨人、西武とか言ってるね。で5番金本智明選手、さあ金本選手も広島、阪神で活躍しました。で6番尾形選手ね、尾形選手も監督で、7番町田選手は言いますしね。お今日は8番瀬戸選手ですか、キャッチャーで、9番の紀藤選手ピッチャーですね。こういったメンバーです。さあ開幕10連勝なるか、広島市民球場でのヤクルト広島第1回戦です。さあ観客は満員になっております。さあまず板選手ね、1番バッター本日はセンターで起用されております。さあまず紀藤投手の変化球見ますか、とスライダーとカーブとフォークね、で同じぐらいの全部変化の大きさで、スタミナ C、 コントロール C ですね。で球速は145キロマックスか。で今日は好調ですね、紀藤投手ね。好調なんで143とか、マックス出るんじゃないですかね。さ、スライダー、カーブ、フォークね。で、コントロール C だけど、好調だから、まあ結構ピタピタ、キャッチャー構えたところに来るんじゃないですかね。さあ、まず高め、速球から入ってきました。ボールです。さあ、これも高め、内角スライダー外れて、ノーツー。さあこれも外、カーブよく見ました、外れてノースリーです。さあこれも外れた、先頭バッターにまずストレートのフォアボールです。ちょっと立ち上がり不安ですね。さあそしてすかさず俊足の井田選手走ってくる。さあ井田選手、これで今シーズン10個目の盗塁でしょうか、記録しております。ダントストップ、盗塁王まっしぐらです。さあそして池山選手、ノーアウト2塁の早くもチャンスです。これはどうだ、さあ進塁打になります。セカンドゴロの間にランナー3塁へ進んで、ワンアウト3塁です。
さあ先制点なるか。さあ3番稲葉選手。おっとこれ危ない。おっとこれはピッチャーすっぽ抜けました。これでワンアウト1、3でチャンス広がっております。さあここで来ました、法治選手。現在ホームランランキング第2位につけております。4本打っております。まあこれは高かった。これはタッチアップ厳しいか。でも力で持ってった。これはいくでしょう。さあ三塁ランナーは俊足の飯田選手。さあ帰ってきました、法治選手の犠牲フライで1点先制しております。さあ2アウト1塁。さあここで今日スタメンで起用されておりますファーストの小早川選手。さあこれスライダー振らされました。これで2ストライク。さあ内野が少し後ろに下がっております。さあ3球目は直球外れました。これで2-1です。これはなんとか当ててきます。さあいずれカウントは2-1ですね。2-1のまま。さあこれは外ストレート際どいところ外れて2-2です。さあこれも高く上がっただけ。センターも構えてるでしょうか。さあセンター前田智則選手が取ってスリーアウトチェンジです。さあですがヤクルト先制に成功しております。法治選手の犠牲フライで1点先制しております。さあ高須選手はカーブとシンカーね。で直球も148ぐらい出たかな。今日絶好調なんでね。145ですか。さあ行きましょう。さあまず外のカーブから入ってきました。これは外れてワンボール。これは打ってきたが俊足の法治選手難なく捕球しております。さあここでワンアウトランナーなし。さあ2番の戸町の選手バッターボックスに向かえております。さあカーブ決まりました。さあここでさあ得意のシンカーで3球三振です。これで2アウトランナーなし。さあ続いて今日不調ですが3番前田智則選手。さあですが今日絶好調の高瀬選手コントロールが乱れません。さあ素晴らしいところ。さあ2番3番連続三振。さあ初回素晴らしい立ち上がりです高津選手。さあ初回終わってヤクルトが1点リードしております。さあこの回は6番の渡来選手から。渡来選手も打率3割9分4厘ということでかなり高打率を誇っております。ここまで9試合で3割9分4厘記録しております。どうだこれはレフト線切れていきます。ファールボールです。カウントは2-1。おっとこれはおお素晴らしいところギリギリですね。あれはちょっと手が出ません。低めいっぱいでした。おおこれも高めギリギリいっぱい狙ってきます。やっぱりコントロールいいですね今日調子がいい紀藤投手ね。コントロール C なはずなんですけど、これもスライダータイミング合いません。さあ高めカーブ外れて 2-2 です。バッティングカウントワンアウトランナーなし。これもいい当たりだが、センター追いつくか？センターオーバーか？センターオーバーです。さあ、長打になります。古田選手、二塁へ。さあ、ワンアウト二塁です。この回も得点圏へランナー進めております。さあ、追加点になるか？さあ、今日もセカンドで起用されている馬場選手。どうだ？これはボテボテの当たりだが、さあ、ショートがうまくさばいております。さあですがランナー三塁へ進んでおります。これで2アウトながら三塁です。さあここで高瀬選手今日は絶好調です。バッティングも少しパワーが出るはず。さあ2球目は低め外れました。どうだうまく打ったぞ。バットの先かちょっとレフト金本選手が取っております。さあ3アウトチェンジです。ランナー三塁残塁でした。さあヤクルト2回裏の守備ですね。4番の江藤明選手をバッターボックス迎えております。さあですがここはセカンド馬場選手難なくダイビングキャッチ1球で仕留めております。さあ5番金本智明選手。金本選手も今日不調ですね。さあタイミング合いません。カーブでカウント取っていきます。さあ低めちょっと外れました。これで 2-2。さあ最後はシンカー、キレのあるシンカーです。さあ尾形選手。さあ2アウトランナーなし。
さあこれも進化、カウント取っていきます。おお来た、際どいところ、ギリギリいっぱいです。高め、外高め、いっぱいいっぱい。さあこの回も広島打線を完璧に抑えました、高津慎吾投手です。さあ3回表、ヤクルトは1番の飯田哲也選手からの打順。おっとこれはスライダーあんま曲がらないか。さあこれは際どいところ外れました、カウント2-1です。おタイミング合いません。さあブンブン丸、池山選手ワンアウトランナーなしで。さあまず初球内角高めスライダー外れました、どうだ。さあこれはショートの横に抜けていく。さあセンターも後ろへ、そのうちに一見俊足を飛ばして三塁行くか、三塁へ。さあスリーベースヒットです。さあ池山選手俊足を飛ばして一気に三塁へ行きました。この回も三塁へランナー進めてる。さあここで打率4割3分2厘の稲葉選手、あこれフォークか、真ん中フォーク決まりました、カウント 1-1 です。どうだ、これはショートゴロの間にさあフィルダースチョイス、ショートがホームへ送球したんですが間に合いませんでした。これでフィルダースチョイスで1点追加しております。3回表2対0です、ヤクルトが2点リード。ホージ選手またちょっとバット根元ですね、センターフライです。さあ5番の小早川選手、今日はスタメンで起用されております。風がライト方向から向かい風、逆風が吹いております。これはどうだ、切れていくか。さあバックネット越えてきます。さあ小早川選手カウント 1-1 です、内野が少しだけ後ろへ下がってる。さあ内角高め外れて 1-2。 さあ1球牽制球を挟んできます。カースライダーですか、スライダーカーブ、うわーこれは振らない、うわギリギリいっぱいですね、あれは決まってたな、空振り三振でした、ランナー一塁残塁です。さあですが高須選手1回2回と完璧に抑えてる。さあこの町田選手も一球で仕留めました。さあ早くもワンアウトです。さあ今日絶好調の高津慎吾投手、ヤクルトの先発ピッチャーです。さあここもキャッチャー生徒選手に対して早くも追い込んだ。さあここも三振ですね、さあこれで早くもこの試合5つ目の三振取っております。さあピッチャーの紀藤選手、さあこれは外れました。さあ外進化決めていきます。さあ最後は内角進化、さあ連続進化で、さあ3回終えて6個の三振取っております。完璧に抑えて、パーフェクトに抑えております。さあ4回表ですね、ヤクルトの攻撃、6番の渡来選手から。さあこれはスライダーですね、よく見ました、ボールです、ノーツー。さあこれは内角高め際どいところ決めてきます、ワンツーです。さあスライダーやはりうまいですね、変化球と直球とうまく混ぜてきます。これはスライダーうまく打ったが、ちょっと高が上がりすぎたが、どうだどうだどうだ、渡来選手第3号ホームラン出ました、福平の一振り出ております。これで3対0。さあ渡来選手第3号ソロホームラン飛び出しております。レフトスタンドのヤクルトファンが湧いております。さあ外フォーク外れてノーツー、さあこれも内角高めフォーク外れてノースリーです。さあちょっとバスターで揺さぶりましょう、フルカウントまでちょっと揺さぶりましょう。うわーこれも決めてくるか、やっぱ調子いいんでね、なかなかコントロール外してこないですね。これは右中間どうだ、さあ尾形選手取っております。ちょっと打球勢いがなかったか。さあ8番馬場選手、さあまず内角高めから入ってきました。さあこれはスライダー素晴らしいキレですが入りませんでした、これでワンワンです。これはダメか、失投だったんですが、今日初めての失投でしたが、ちょっと打ち損じてしまいましたね、バッターも。高須選手はピッチャーゴロです。さあですが4回も1点追加して3対0、ヤクルトのリード3点に広げております。
さあ、広島。1番の野村健次郎選手からの打順ですね。上位打線からの打順、4回裏です。さあ、完全にタイミング合いません。さあ、3球三振です。これで7つの三振奪っております。早くも7つ目の三振。これは切れていきます。2番の戸橋の選手。おっと、これは際どいところ。はい、入りませんでした。これでカウントワンワン。さあ、これも低めのシンカー外れてツーワンです。ワンツーです。おっと、これも外れます。これでワンスリー。おっと。今日初めての出塁がフォアボールになってしまいました。ワンアウト一塁です。さあですが、4、6、3のダブルプレイ。1球で仕留めました。さあ、ランナー許しましたが、この回も無失点に抑えております。高津慎吾投手です。さあ、そろそろね、まともに攻略したいですね、紀藤選手ね。まあ一応3点は取ってるけど、なんか大した犠牲フライとホームランとね。なんで、まあこれはサードゴロですか。さあ、飯田選手はサードゴロに倒れました。ワンアウトランナーなしです。さあ、内角、外角低めですね。これはキャッチャーフライか。池山選手。紀藤選手に翻弄されてますね。さあ、3番稲葉選手。どうだ？これはいいぞ。完璧に捉えた。バックスクリーン。バックスクリーンです。稲葉選手。第2号です。第3号ですかね。これ多分。ソロホームラン。バックスクリーンへ一発放っていきました。さあ、法事選手も一発欲しい。さあ、法事選手も続いていきたい。さあ、2球目外れてノーツーです。ちょっと紀藤投手、スタミナ切れてきたか。5回、4回3分の2を投げて、4失点しております。さあ、これも外れました。フォアボール。法事選手はフォアボールで出塁です。さあ、5番の小早川選手も今シーズン初ヒット欲しいですね。どうだ、これはスローボールでしたが、センターへ飛んでしまいました。センターフライです。さあですが、この回も稲葉選手のソロホームラン。ヤクルト一発攻勢で4点取っております。さあ4番の好調江藤選手。これは、ショート池山選手、ナイスプレーです。横っ飛び。さあ、ショートゴロに倒れております。さあ、まず得意のシンカーから来ました。5番の金本選手に対して。これはファーストゴロ。ファースト自らベースを踏んで、ツーアウトです。さあ、ここまで三振が多かったんですが。さあ、これは、どうだ。さあ、広島初ヒットですね。尾形選手のツーベースヒット。初ヒットが出ております。5回裏です。高津選手。ノーヒットノーランの夢は絶たれてしまいましたが。ただまだヤクルト4点もリードがあります。おっと、これは危ない。すっぽ抜けました。コントロールのいい高津選手なんですが、これも外れますか。さあ、最後は外進化。見逃し三振。これでこの試合8つ目の三振取っております。ランナー許しましたが、この回も無失点に切り上げております。さあ、渡来選手、先ほどホームラン打っております。さあ、紀藤投手、まだマウンド上がり続けるようですね。だいぶスタミナ切れてかかってるんですが。これはファウルですか。スライダー。バットの芯を外されました。もうこれギリギリか。くー。もう完全にスタミナないはずなんですが、ここでピッチャー交代ですね。紀藤投手交代です。小林寛永投手ですか。小林寛永投手を出してきます。さあ、小林寛永投手見ていきましょう。いいピッチャーですよ。このピッチャーもね。スライダー、カーブ、フォークですね。でもフォークが変化が大きいです。で、スタミナはないんですけど、コントロール B ですね。で、今日は調子がいいんで、まあ、142とか、マックス、ストレート出るんじゃないですかね。まあ、ここまで防御率 4.76 ということで、ちょっと不本意ですけども、かなりね、いいピッチャーです。スライダー、カーブ、フォークです。7番の古田敦也選手。スライダー、カーブ、フォークね。フォークが一番変化があります。カーブか。2球連続カーブできましたね。これでカウント1-1です。
これはバックネット越えるか、どうだ。さあ、ギリギリ越えてきます。危ない危ない。さあ、ですが追い込まれてる。2-1です。どうだ。これはうまくいったんですが、レフトほぼ定位置でした。古田選手はレフトフライに倒れてしまいました。これで2-2ランナーなし。さあ、初球カーブ、際どいところですね。外れました。さあ、これも2球目。今度高めのカーブ外れました。どうだ？フォーク。これは右中間か？待ってく。さあ、右中間持ってきます。長打になる。さあ、馬場選手、二塁へ。2-2ながら二塁に進んでおります。さあ、ここで、ピッチャー高須選手。ちょっと差し込まれましたね。センターフライでした。さあ、ランナー二塁残塁です。さあ、6回表終わって4対0でヤクルトが4点リードしております。さあ、6回裏、ヤクルトの守備ですね。広島、カープは8番の瀬戸と瀬戸選手からの打順ですね。下位打線からのスタートです。ちょっとコントロールがなかなか定まらなくなってきたか。おっと、これもすっぽ抜けました。ワンバウンド。さあ、なんとかカーブで三振取りましたけれども、ちょっとコントロールがばらつきが多くなってきましたね。さあ、ここで小林投手に交代して浅井選手ですか。浅井選手、ピンチヒッターで出しております。さあ、今日、絶好調の浅井選手ですね。代打浅井選手。さあ、ですが、得意のシンカー決めて早くも2ストライク追い込んでる。さあ、これで3球三振。代打を3球三振に取りました。そして、2アウトランナーなしで1番野村健次郎選手に回ってきてます。さあ、ここも、ボール球、カーブ振らせました。さあ、ここも三振です。さあ、これで11個目の三振を奪っております。さあ、ヤクルト、7回表、ラッキーセブンの攻撃。さあ、広島は3番手投手ですね。若林投手。さあ、まず投手データで見ていきましょう。変化球とかね、コントロールとか。さあ、若林選手は、スライダーとシンカーですね。どっちも変化の量は同じぐらい。で、スタミナがいい。なんで、守っても2回ぐらいかな。で、コントロール C ですね。で、球速はマックス140なんで、今日138ぐらいかな。調子が好調なんでね、若林投手。さあ、まず、ヤクルトは1番バッター、飯田選手からですね。今日飯田選手はヒットはないですね。2打数ノーヒットですね。1フォアボールということで。さあ、スライダーもキレがありますね。スライダーとシンカーがあります。これはちょっとシンカー読みが大きすぎたか。さあ、レフトフライに倒れてワンアウトランナーなしです。おっと、これは失投ですね。ちょっと当てられませんでした。どうだ？ですが、これ向かい風ですね。向かい風。打球が伸びない。さあ、フェンス手前で失速してしまいました。さあ、センター方向からの向かい風吹いております、現在。おっと、1球目、外します。コントロールも C なんで、そんな悪くないはずなんですけどね。やっぱスライダー入れてくるか。際どいところ来ますね。岡林投手。さあ、これもセンター方向だ。これは無理か。さあ、先ほどのね、バックスクリエのホームランを放出させる一打でしたが、センターフライに倒れております。さあ、7回は三者凡退に打ち取られてしまいました。さあ、ですが、ヤクルト先発高津投手は、ここまで11個の三振を取っております。6回投げて11個の三振を取っております。素晴らしいピッチング。さあ、この回、広島の2番、友島選手に対して、ここも3球三振ですか。さあ、これで12個目の三振です。さあ、少し無双状態に入ってますね、高津投手。さあ、コントロールもね、絶好調で、コントロールもあんまりぶれないんで。さあ、この前田選手も3球三振ですか。さあ、ほとんど手が出ません。さあ、そして4番の好調江藤明選手。さあ、ですが、江藤選手も追い込んだ。さあ、ここはシンカー外れます。
これも外れますね。さあ最後進化、ここも三振です。さあ7回 3者連続三振、これで14個目の三振取っております。さあ7回終わって4対0、ヤクルトが4点リードしております。さあ若林選手はスライダーとシンカーね。そろそろホージー選手久しぶりの一発みたいな第5号ホームラン、これ決まりますね、高めスライダー。さあこれは外れて 1-3 です。風は無風、ここちょっと一回振りましょう。ちょっとね当てたいんで、とりあえず、まあフォアボールでもよかったか。もうシンカーですか。どうだ、これはライト線切れてきます。ポールギアでしたが切れてきます。さあワンアウトランナーなしで内野がちょっとだけ後ろへ守ってますが、これはライトフライですね。さあ2アウトランナーなしで6番渡来選手。さあまず高めシンカーから入ってきました。広島の3番手若林投手ですね。丁寧についてきますね、広島のピッチャーはみんな。ギリギリを丁寧についてきます。これは、釣り玉ですか。スライダーだと思った。さあ、8回も三者凡退に打ち取られてしまいました。さあ、8回裏、ここで高津選手を突かれてきたか。ここまで14個の三振取ってるんですが。おっと。素晴らしい。素晴らしい。セカンドがダイビングキャッチしようとして弾いたんですが、グラブトスのような形でショートが見事にカバーしました。素晴らしいプレー出ております。抜ければノーアウト一塁というところでしたが。素晴らしい守備が出ております、ヤクルト。さあ、これ7番町田選手に対して。さあ、なんとか8回は抑えてほしいですね、高津選手ね。そしたら、スタミナないようなんで9回厳しいかもしれないですね。さあ最後、際どいところ決まりました。3球三振、これでこの試合15個目の三振です。さあ8回を1安打無失点15奪三振と素晴らしいピッチングしてくれました高津選手。さあさすがに9回は厳しいかもしれないですね。そしてこれはすくい上げたぞ古田選手。さあ古田選手のソロホームラン飛び出しております。さあ3番手若林投手のスライダーを見事に打ちました。さあこれで5対0です。おっと危ない。さあ8番馬場投手、馬場選手デッドボールで出塁です。まあどうすっかな、悩む。完封させたいとこもあるんだけど、でももうさすがに厳しいか。代打出すか。9回ね投げ切ることはちょっとスタミナがもうほぼなかったんでしょうがないですね。でパワーのある絶叫好調の畑選手出すか。畑選手ね、まあ、ムートン選手でもいいんだけど、ムートン選手今日調子普通なんで、まあ、同じようなパワーで調子のいい畑選手出しましょう。調子がいい方がねパワーもアップするんで。さあピンチヒッターですね。8回完璧に抑えてくれた高津選手に対して畑選手ピンチヒッター代打で出ております。さあ、あ、そう、玉木選手か。そうだ、ここも変わってんだ。見てなかったぞ。スライダーとフォーク？さっき、あれか、さっき、古田選手見ないで打っちゃったのか、ホームラン。いつの間にか玉木選手に変わってたの。忘れた。スライダー、フォークですね。スライダーが少しだけ変化が大きいな。で、コントロールが D なんで、失投が多いかもしれないですね。で、球速マックス143なんで、137とか6ぐらいしか今日出ないかな。調子普通なんで、スライダーとフォークですね。さあ、玉木選手。クワフォークか。スライダーじゃない。これは2ストライク。追い込まれました。どうだ？これは、1、2塁間抜けてきます。ランナーは2塁ストップ。さあ、畑選手。代打成功ですね。ちょっとダイソー送っとくか、畑選手に。ダイソー、まあ、真中選手でいっか。
まあ、どうせね、次ピッチャー、次の回、ピッチャーの、ここ、畑選手、ピッチャーのとこだったから、次の回、ピッチャーにね、ピッチャー出さなきゃないんで、まあ、代走送っときましょう、一塁だけね。まあ、その先の二塁の、馬場選手がね、総力 D なんで、一塁が、早くて、足早くてもね、どうかわかんないですけどね、とりあえず一塁代走送っときます。さあ、フォークとスライダーがあります。カウント、ワンストライク。どうだ？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 いった！さあ、飯田選手のスリーランホームラン。今日、ヤクルト、一発攻勢です。さあ、4番手、玉木選手からスリーランホームランを打っております。さあ、8対0ですね。これも大きく、この試合も大きくリードしております。まあ、これは素晴らしいとこ決まりましたね。ツーストライク、追い込まれた。さあ、1球、すっぽ抜けました。さあ、コントロール D なんでね、やっぱり失投は多いと思うんですけど、比較的。わあ、これは、スローボールか。池山選手、三振倒れております。さあ、今日稲葉選手は3打数1安打、1ホーマーですね。第3号ソロホームランを打っております。どうだ？これもいい当たりじゃない？ですが、どうだ？わあ、フェンスギリギリですか。くぅ。さあ、宝治選手、今日は2打数ノーヒット。さあ、スライダーとフォークですね。スライダーの方が変化が大きいです。玉木投手。さあ、2球目は大きく外れました。これでノーツー。ツーはアトラーナーなしです。さあ、これも外れた。ノースリーです。さあ、これはスライダーですか。切れていきます。これはファールボールですね。カウントワンスリー。どうだ？コーチ選手、これもいい当たりだが、フェンスダイレクトか。まあ、長打になりますが、一発惜しかったな、今の。ですが、宝治選手、今日初ヒット出ております。さあ、ここで笹岡、新次選手、笹岡誠選手、笹岡新次選手かな。出ております。さあ、スライダーとカーブがね、すごい変化の量が大きいですね。で、スライダーとフォークは同じぐらいの変化。で、コントロールは A です。スタミナが E なんでね。スタミナはありません。ただ、球速マックス148なんで、140キロぐらいは出るでしょう。143とか出っかな、今日。調子普通なんでね。さあ、今日ノーヒットの小早川選手。スライダーとカーブとフォークですね。さあ、これもいい当たり。どうだ？センターオーバーか。センターオーバー。さあ、小早川選手も今日初ヒットです。タイムリーヒット出ております。これで9対0。さあ、そして今日5打数1安打ですか。渡辺選手。1ホーマーですね。渡辺選手も第3号ホームラン出ております。さあ、スライダー、カーブ、フォークですね。なかなか得意のカーブ出してこないですね、笹岡選手。さあ、内角低め。これ入りました。2-2です。バッティングカウント。どうだ？これはちょっと力ないか？さあでも、センターオーバー。さあ連続長打。これで10対0です。2桁得点に乗せました。さあここで今日5打数2安打。1ホーマー当たっております。古田選手。あと1本打てば猛打賞です。さあようやくここでカーブ投げてきましたね。これはフラフラっと上がってしまった。セカンドフライですか。マシの選手が取っておりますが、9回、最終回ビッグイニングになりました。6点取っております。これで10対0。さあ、高津選手ね、ちょっとスタミナなかったんで、まあ、絶好調の高木選手でいきますか。スライダーとカーブね。で、スタミナが F なんで、まあ、1回ギリギリ守れるぐらい。で、コントロール B です。で、球速はマックス140なんで、まあ、今日絶好調なんでね、140が出るでしょう。さあ、左ピッチャー、高木選手ですね。あと3人抑えれば、完封リレーになるか、10対0、大きくリードしております。あ、これまずですか。際どいところ、絶好調なんでね、コントロールもともと B だし、そんなにぶれないと思うんですけど。さあ、やはり、際どいところ投げてきます。外外ときます。さあ、これも、見逃し三振、素晴らしいところ決まりました。そこで代打ですよね、やっぱりね。ピッチャーのところで代打。ワンアウトランナーなし。翔太選手ですか。代打翔太選手出してきましたね。
さあ、まず1球目スライダー外れました、高木選手。さあですが2球目スライダー決めてきてカウント1-1。さあ3球目はカーブ大きく外れました、これで1-2。さあ4球目スライダー入れて2-2です。さあこれ外れるか、際どいところ。さあ最後はカーブ見逃し三振です。代打も見逃し三振、2者連続三振で、あと1人。さあ1番野村健次郎選手に対して、さあここも決めてきます、早くも2ストライク追い込んだ。さあ最後も内角カーブ、さあ高木選手素晴らしい、9回を3者連続三振で締めくくりました。さあヤクルト10連勝得点も今日10得点でね、10連勝完璧に広島を抑えました。今日1安打の完封リレーですかね。さあ高津投手が8回を投げ切って15奪三振ということで、さあ今日のヒーローは高津選手ではなくフォージー選手ですか。1回表の先制の犠牲フライですね、今日のヒーローフォージー選手です。今日は広島の本拠地なんでつば九郎はいません。さあ今日はヤクルト4本ホームラン出てますよ、飯田選手、稲葉選手、古田選手、渡来選手出ております。さあ高津選手ね、8回投げ切って15奪三振ということで素晴らしいピッチングしてくれました。1安打15奪三振ね。でなんとか紀藤選手からね4点もぎ取っております。先発の紀藤投手が負け投手です。さあ10連勝ね。さあじゃあ次の試合、他球団の試合、まず結果だけ見ていきましょう。横浜と巨人の読売の試合です。さあホームの横浜が今日は勝利しておりますね。さあ横浜西投手、さあそしてセーブポイントは大魔神佐々木和弘投手がセーブポイントを上げております。斉藤正樹投手は敗戦投手ですね。で駒田選手は横浜の方だね、この時はね、巨人にもいたからちょっと紛らわしいけども、駒田則弘選手、横浜の、この時は横浜ねがホームラン打っております。さあ中日と阪神の試合も2回戦見ていきましょう。さあこれもホームの中日が先制したが追いつかれて、さあ延長戦の末阪神が大逆転勝利ですね。さあこれはまあ阪神の葛西選手ね、葛西投手が勝利投手で、リベラ投手がセーブポイントで、中日の日笠選手が敗戦投手ね。で大鵬選手は阪神かどっちだ、この時は大鵬選手もね中日と阪神にいたと思うんで、この時はどうだろう、中日かな、大鵬選手ちょっと後で見ましょう。大鵬選手どっちだこの時は。でまあ中日のねゴメス選手が第6号ホームラン、この試合もホームラン打ちますか、ゴメス選手ホームランキングを独走してますね、 6号ホームランということで、ちょっと見てみよう、大鵬選手どっちだ、中日か、チーム別の成績見れるんで、ね、多分中日かな、あ違う阪神だ、中日に前いなかったか、そういえばもちろん控えにもいないんで阪神か、大鵬選手この時ね見ましたね、阪神和田豊選手、大鵬選手、大鵬康明選手、平塚選手、パウエル選手、檜山慎二郎選手、新庄剛志選手、今岡誠選手、八木選手、代打の神様八木選手、あとハンセン選手、元西選手、風岡選手、矢野明宏選手、星野選手、平尾選手、坪井選手、山田選手、キャッチャー山田選手ね、矢部圭一選手、湯船選手、明井選手、竹内選手、川尻選手、中込選手、笠井選手、古溝選手、弓永選手、田村選手、伊藤選手でリベラ選手ですね。そっか、大悟選手は阪神か、まだ阪神とね対戦してないんで、まだ次あたりかな。さあ広島との2回戦やっていきましょう。お来た、今日はみんな調子いいじゃん、やったようやくだ。じゃあまず稲葉選手ファースト戻します。外野陣ね、守備
硬いんで、であ違うじゃん、またじゃん、あ飛ばし選手はいいか、真中選手はダメなんだ、副島選手入れるか、副島選手を右でライトで使いますか。でサードは池山選手がいいんだよな本当は。なんで飛ばし選手と宮本選手帰ってきたんで、池山選手サードで渡辺選手で控えに戻ります。で飛ばし選手、お間違った、飛ばし選手セカンド、宮本選手ショートでいきます。今日はねこのオーダーで、あとは打順ねどうするかなんですけど、まあいっかこれで。で飛ばし選手をどう、まあいっか、飛ばし選手7番飛ばし選手、8番宮本選手いきますか。今日1番ねセンター飯田選手、2番サード池山選手、池山選手久しぶりのサードだな、よかった、 本職サードなんでね、今までずっとショートで、ちょっと飛ばし選手とか宮本選手とか調子悪かったんで、本職のねじゃないショートで起用が多かったんですけど、今日は本職のサードで起用です。で稲葉選手はファーストね、外野陣が結構硬いんで稲葉選手ねファーストです。稲葉選手も外野でも十分使えるんだけどね、まあ、外野陣がかなり鉄壁なんで、まああえて稲葉選手外野に置かなくてもねファーストでも起用できるんで。で4番レフト法人選手、5番ライト副島選手、6番キャッチャー古田選手、7番久しぶりのスタメンですね戸橋選手セカンドで、8番ショート宮本選手で、ピッチャーまあ川崎選手がいいか、川崎健次郎選手にするかかな、川崎選手だな今日絶好調な、絶好好調なんでね、川崎選手でいきます。高津選手5日も必要なんだ、絶好調だったんだけどね、5日休養日必要なみたいですね高津選手。今この3人が休養中ですね。さあこれでいきましょう。さあ今日も広島ね、さあまだ金本選手調子戻ってきてませんね。で前田智則選手が絶不調、1番ね、3番の野村健次郎選手も不調ですね。ですが7番町田選手絶好調、4番江藤明選手好調ですね。で9番ピッチャーの黒田博樹選手、好調の黒田選手、こちらも後のメジャーリーガーですね、黒田博樹選手が先発です。今日は好調、こちらから川崎健次郎選手が先発です。どちらも好調のピッチャーです。さあヤクルト広島の第2回戦ですね。さあ黒田投手とも初対戦なんで一応見ときましょう。投手データね、スライダーとフォークです。でフォークの方が変化が大きいと、倍ぐらいで、スタミナはあるんだけどコントロールが D だと。ただまあ今日好調な、調子が好調なんでそんなにね、まあ、多少失投あるかもしれないけどそんなに失投多くないと思います。であと球速がねマックス150なんでめちゃくちゃ速いです。で今日好調だから148とかね出ると思います。さあスライダーとフォークね。さあまず1番飯田選手、打率3割は割ってきましたが、おやはりフォークかなりキレのあるフォークですね、ストンと落ちてきます。さあ2球目、これは外れます。これでカウント1-1。さあこれはフォークじゃないのか、高め、やはり148キロ出てきますね。さあ最後はスローボールか、タイミングがされた。さあまず先頭バッターは三振に打ち取られてしまいました。どうだ、池山選手いい当たり、これは風にも乗っていくぞ。池山選手先制のソロホームランですね。初回早くも点が起きました、ヤクルト先制です。高めの甘い球完璧に捉えていきました。さあ風はライトスタンドから向かい風が吹いております。さあ1対0ヤクルトが1点先制しております。これはバットの先か、でも風乗ってくぞ、どうだ、うわフェンスギリギリ手前ですか。さあ法人選手、この風に負けず豪快に引っ張ってもらいたい。さあ初球は際どいところ外れました、やばい、ちょっとコントロールが良くないですかね。これはバックネット越えてきます。調子は悪くないんですが、ちょっとやはりコントロール定まらないようですね、まだ。さあスライダーとフォークですね、変化球。
どうだ、そんな風には負けないぞ、風に負けたの、よし、法事選手第5号ホームラン、さまざました、ゴメス選手を追っていきます、第5号ホームラン。さあゴメス選手はホームラン6本打っております。法事選手も1本差まで詰め寄っています。第5号ホームラン出ております。さあ初回2本のホームラン、ヤクルト出ております。さあ副島選手、これはセンターフライか。さあ副島選手センターフライに打ち取られましたが、ヤクルト2点先制に成功しております。初回です。さあ川崎健次郎選手はスライダーとカーブとシュートだったかな、スライダーとカーブとシュートですね。今日は好調です。さあこれは、さあこれもうまく打っていく、初球打ってきました、先頭バッターノーアウト一塁です。さあここまで3試合投げて防御率 0.002 試合か2試合投げて1点も失点してない川崎選手なんですが、これは送りバント決められます。うまいですね、戸町の選手、うまい送りバント。さあこれ3番野村健次郎選手、今日は調子が良くありません、不調な野村健次郎選手。これはどうだ、タッチアップなるか、タッチアップなるか、中継タッチアップですね。さあですが2アウト3塁です。さあここで好調の江藤選手、4番ですね、怖いですね。さあ今日のところ決めてきます、追い込んだ。さあこれ3球三振。さあちょっとノーアウトのランナーヒヤッとしましたが無失点に抑えております。川崎健次郎投手です。さあ2回表ヤクルトの攻撃は6番の古田敦也選手から、やはりちょっと失投してきましたか。さあこれはスライダー高め読んでたんですがファールです。これで追い込まれました、2ストライク。さあ最後落差のあるフォーク、これはちょっとなかなか振れませんね。どうだ、飛ばし選手、これただ逆風だ、向かい風が吹いております、打球が伸びません。さあ黒田選手、ここまで黒田選手もあれか知ってなかったんだ。さあこれはピッチャーの横抜けてきます。さあ初回2点取ったんだけどね、防御率 0.99 ってことは前の試合で多分9回投げて完封したんだろうね。さあここで9番のピッチャー川崎健次郎選手に回っております。さあカウントはノーツ。さあこれも内角外れました。さあちょっと様子見ましょう、フルカウントまで。さあフォアボール。さあピッチャーに対してフォアボールが出て、ここで1番の飯田選手豪快に引っ張っていきたい。さあこれは際どいところ外れますか、初球。さあこれは危ない失投ですが、ちょっとこちら持ち損じました。ライト線切れていきます。カウント1-1です。2アウト1、2塁のチャンス。どうだ、これも逆風か、高く上がった打球でしたがセンターフライです。ランナー2者残塁。さあ2回表ヤクルトは無得点に終わっております。さあ2回裏は5番の金本智明選手からの打順ですね。抑えていきたい川崎健次郎投手。おっと珍しい、コントロールいいんですけどね、ちょっと外れてました。ここはバット当てるだけ、ファールです。カウント1-2、終わってもない、ちょっと2球失投がありますね。さあですが5球目見逃し三振です。さあまずワンアウトランナーなし、ここはサード深いところ池山選手。さあ今日は本職のサードでの起用ですね、池山選手難なくさばいております。そして7番の今日絶好調町田選手、低めといきますがなかなか入りません今日のところ。さあこれで内角カーブ決めてワンツーです。さあこれも入らないか、ワンスリーです。さあギリギリ決めていきます、これでフルカウント。さあ最後は外シュート、見逃し三振です。さあ2回は三者凡退に抑えております。さあ先制のホームランを打っております2番の池山選手。
桜フォーク、そんな落ちなかったですね、今。狙ったんですけど。桜スローボールか。なかなかいろいろスローボール、直球と分けてきますね。どうだ、これは。いい当たりだが、向かい風。ライトの小川選手が取っております。ライトフライです、池山選手。さあ、稲葉選手、打率4割。切りそうだな、これな。これどうだ、これはどうだ、おーっと、前田選手、ダイビングキャッチ。ちょっと風に押し戻されましたね。さあ、法人選手、第1打席ホームラン打っております。このぐらいの風であればね、また、もろともしないはずなんで、ライトスタンド側からね、吹いてますけれども、これはどうだ、流し打ちでしたが、レフトフライです。さあ、3回は、三者凡退に抑えられてしまいましたヤクルト打線です。さあ、今度はヤクルト守りですね。まずは、最初のバッターを一球でライトフライに仕留めております。さあ、8番黒田選手。さあ、ピッチャーにヒットを打たせるわけにはいきません。さあ、宮本選手、軽快にさばいております。さあ、これで2アウトランナーなし。そして1番の強敵不調前田選手。さあ、センター井田選手、楽々とキャッチしております。これで3アウトチェンジです。2回、3回と三者凡退に抑えております。さあ、4回表、ヤクルト攻撃ですね、副島選手から。さあ、風はセンター方向からの逆風に変わっております。さあ、2球目は高め直球外れてワンワン。さあ、これも外れました。これでワンツーです。さあ、スライダーとフォークがあります。さあ、これも外れたか。高め高めときますが、ちょっと高いですね。やはりコントロールに少し段があります。黒田投手、コントロール T です。これは高く上がってしまったか。ちょっと球の下を叩きすぎましたね、これは。さあ、ワンアウトとなって6番の古田選手。これはスライダー読んでたんですが。さあ、ツーアウトランナーなしで飛ばし選手。さあ、初球。内角低め。スライダー外れました。さあ、これはストレートですか。これはどうだ?うまくいったぞ。ですが、レフトフライです。さあ、4回も無得点に抑えられてしまいました。さあ、2番、友篠選手。なんとか抑えていきたい。4回裏。さあ、今日は打たせて取るピッチングですね、川崎選手。さあ、友篠選手をセンターフライに打ち取りました。ワンアウトランナーなしです。4回裏、ヤクルトが2点リードしております。さあ、3番、野村健次郎選手に対して。お、これは、ただ逆風ですね。これは、打球が戻されます。伸びがありません。こちらもセンターフライで早くも2アウトです。さあ、ですが、今日、好調の4番、江藤選手。ちょっと怖いですね。怖い存在、ここまで1割7分9厘と苦戦はしてますが。さあ、ここはセンター前のクリーンヒットですか。さあ、久しぶりのヒット、打たれてしまいました。ツーアウトランナー1塁です。さあ、これもいい当たりだが、たら、ここは俊足、副島選手、なるか。お、帰ってくる。あー。川崎選手、3試合目にして失点ですね。3試合目にして初めて失点しました、川崎選手。ここまで2試合、丸々2試合、18イニング投げて無失点だったんですが、連続無失点記録が、22イニングで捉えましたがね。さあ、ですが、後続を打ち取りました。2対1ですね、その差1点に縮められてしまいました。さあ、ちょっとまたこのビッグイニング欲しいな。さあ、倉田投手からね、また打ち崩していきたい。初回以外にもね。フォークか。これ2ストライクです。これは、ちょっと振りが早かったか。レフト線切れていきます。さあ、宮本選手8番バッター。さあ、これもいい当たりだが、ただ逆風だ。打球伸びません。さあ、センター前田選手にキャッチされてしまいました。さあ、これで、ワンアウトランナーなしで、ピッチャー川崎選手。外野陣がちょっと前に出ております。
これはスライダーか。バットの先ですね。さあ、飯田選手、ちょっと打率下がって2割7分まで下がってきております。さあ、初球素晴らしいところですね。高め、いっぱいいっぱい。おっと、これは、逆球。ちょっとこれ避けられませんね。さあ、飯田選手走るよ。いけ、いけ、ゴー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 。よし。これは悠々とセーフです。ツーアウト二塁。ここで池山選手、引っ張っていきたい。どうだ？三遊間、抜けていく。さあ、ランナーは三塁ストップ。さあ、ショート強襲の内野安打。これで、ツーアウト一三塁です。さあ、三番稲葉選手。さあ、二球目は内角低め外れました。どうだ？これは行ったでしょ。左中間、右中間、行きました。これは行った。ランナー二人帰ってくるか？どうだ？こう。さあ、ランナー二人帰ってきます。二点タイムリーヒット。稲葉選手の二点タイムリーヒットで、4対1です。待望の追加点。これで3点リードに変わっております。おったまれ。これも逆球。ちょっと黒田投手、動揺したか。ホージー選手に対してもデッドボール、です。このイニング二つ目のデッドボール与えております。さあ、5番、副島選手に対して風が無風になりました。副島選手も結構パワーあるけど、これはちょっとセンターか。フェンスギリギリでした。ランナー2者残塁ですが、この回2点を取って3点リードに広げております。ヤクルトです。さあ、今日は打たせて取るピッチングですね、川崎選手。まあ、1失点してしまいましたけれども、まあ、比較的安定したピッチング続いておりますね。さあ、8番西山選手に対して。さあ、ここで三振ですね。さあ、ピッチャーからもヒットは打たれないようにしたいですね、ピッチャーには。さあ、内角低めスライダー決まってワンワン。さあ、ここも決めてきます。これでツーワンです。追い込みました。さあ、最後カーブ、見逃し三振。さあ、2者連続三振です。さあ、6回表。6番のキャッチャー、古田選手からの打順です。風はセンター方向から向かい風、吹いております。ちょっとこれは振り遅れた。さあ、7番、土橋選手。ワンアウトランナーなし。さあ、あんまりフォーク多投してこなくなりましたね。フォーク少ないですね。さあ、これもスライダーだ。バットの先です。さあ、センターフライに倒れて、ツーアウトランナーなし。さあ、これはストレートですか。やっぱりストレートとね、スライダーと本当にいいところ。わあ、これ珍しくフォーク投げてきたな。真ん中フォークです。これでツーストライク。うまいな。うまいな。投げ方がうまい。さあ、6回裏ですね。ヤクルトの守り。この回は、広島の1番、前田智則選手からの好打順です。上位打線からの打順。さあ、カーブ、タイミング合いません。これで2ストライク1ボール。これはボテボテの、ゴロですね。ピッチャーゴロですか。キャッチャーが取って、ワンアウトですね。さあ、2番の富島選手。ワンアウトランナーなしです。さあ、これで早くも2ストライク追い込みました。さあ、3球三振、見逃し三振。さあ、これで2アウトランナーなし。さあ、これはキャッチャー追ってきますがファールです。さあ、低めスライダー、これ外れます。今日は不調の野村健、おお、これはピッチャーワンバウンド外れます。大きくすっぽ抜けました。これはショート宮本選手が取ってスリーアウトチェンジ。さあ、川崎選手、打たせて取るピッチング。6回を投げて3安打1失点と好投しております。さあ、7回表はそのピッチャー、川崎健次郎選手からの打順です。さあ、黒田投手も、まあ、スタミナがあるとはいえ、まだ、結構打ち込んだ、4点もね、打ち込んだんですけど、まだ、続投のようですね。これはちょっと、どうだ、セカンドゴロですか、ボテボテの。さあ、ワンアウトランナーなしで、1番、飯田選手。これはどうだ？
ショート野村選手、際どいところ素晴らしいプレー出ました。あれは難しい打球だったんですが、ツーアウトランナーなしに変わっております。うまいな、これスライダーかと思うな、あそこの位置。これは最後フォークか。うわ、うま。やっぱり配球がうまいですね。さあ、今度は7回裏ですね。待って、一発浴びてしまった川崎選手。これ2失点目ですね。さあ、4番の江藤選手に一発浴びてしまいました。やっぱりだいぶ甘かったですね、変化球が。やっぱ好調だったら4番だったらあのぐらい飛ばしていくからね。さあ、これ2点差まで縮められております。7回裏ノーアウトランナーなしです。5番の不調な金本選手に対して、金本選手は見逃し三振ですか。この試合8つ目の三振記録しております。これはショート深いところですが、さばいております。飛ばし選手ですかね、今日ショート。さあ、ここで2アウトランナーなしです。さあ、ただこう絶好調の町田選手を抑えておきたい。 OKOK です。さあ、空振り三振、見逃し三振ですね。さあ、この回1点取られましたが、まだ2点リードしております、ヤクルト。試合は終盤8回表迎えております。さあ、この回3、4、5番のクリーンアップからなんでね、打っていきたい。スローボールは、スローボールだ、よし来た、稲葉選手。スローボールはね、甘いとすぐこうなっちゃうんで、パワーある選手は。さあ、スローボールを見事打ち込んでいきました。これで今日は宝治選手は2打数1安打ですね、1ホーマーということで。さあ、宝治選手もどうだ、第6号ホームランか、来た宝治選手。さあ、ゴメス選手に並ぶ今日2本目。さあ、ホームランキング1位タイに並ぶ、1位に並ぶ第6号ホームランで取ります。さあ、ここまで黒ず投手にちょっと苦労させられておりましたけども。さあ、2球目フォークは外れてワンワンです。これはどうだ、ファースト弾く。さあ、内野安打、ファースト強襲の内野安打です。さあ、ノーアウト一塁でキャッチャー古田選手、これもうまく打ったが右中間、これはライトフライです。さあ、今日はノーヒット、3打数ノーヒット、土橋選手。ワンアウト一塁です。8回表ヤクルトが4点リードしております。フォークか、やっぱうまいな、この辺の。思わず振っちゃうもんな、あの辺だと。これもライトフライですか。ちょっとまだ黒田投手の球威に負けておりますね。なかなか引っ張ることができません。さあ、初球宮本選手に対しては初球はボールです。さあ、2球目もストレートできました。まだ148キロ出るようですね。スローボールですか、緩急つけていきます。スライダーとフォークがあります。ツーアウトランナーなしです。ランナー1塁です。これはギリギリ入ってたな、これは振らざるを得なかった。さあ、ランナー1人残塁です。さあ、8回裏ですね。川崎選手まだ続投します。さあ、まず1球で最初のバッターを仕留めております。そしてピッチャー、黒田選手、ここで降板ですか。8回投げて6失点ということで降板ですね。さあ、ですが結構やられたな、黒田選手には。もっとね、点数取れてもよかったんだけど、やられた、やっぱり打てなかった。6点が精一杯だったな。さあ、ピンチヒッター浅井選手に対して、浅井選手は3球三振ですか。ちょっと疲れが見えてきたか。9回いけるかな、川崎選手。きついかな、9番。このままいったら2番、2、3、4番だからな。ちょっと怖いな、さっき江藤選手ホームラン打たれたしな。ちょっと検討しましょう。9回ね、2、3、4番の強い選手からなんでね。
番手投手小林寛永投手マウンドに上がっております。最終回ですね、9回表スライダーカーブフォークね、でフォークが少し変化が大きいと、でコントロールが B、 スタミナ F ね、で今日好調 OK、 144キロマックス、142ぐらいが今日出ますかねマックスね。さあ川崎選手どうすかな、続投でいこう。4点リードあるし完投できるっしょ。防御率って言われて完投、なるべく他のねピッチャー陣休ませましょう、中継ぎ陣ね。これはさあレフト線切れてきます。これでカウントワンツーです。おっとこれは大きく外れました、ワンバウンド。これでワンスリーです。どうだ、うまく打ったが、フォーク読んでたんですけどもレフトフライですか。やっぱりパワーがありませんねピッチャーは。さあ飯田選手今日ノーヒットかな。これはショートゴロ。さあ池山選手は今日4打数2安打1ホーマーということで結構当たってますね。あと1本で猛打賞です。さあ小林寛永投手はスライダーカーブフォークがあります。どうだ、これバット根元か、結構いい当たりだと思ったんだけどね今。さあこれで9回表の攻撃終わっております。さあ広島最後の攻撃になってしまうのか。4点ヤクルトがリードしております。最終回9回裏の広島の攻撃です。あーきついなこれな、コントロールがひどくなってきた、危ない。さあファールですね。さあこれは完全にスタミナ切れたんですけども、まあ先頭バッターは三振取りました。ちょダメか、ダメですね川崎選手、ダメかな。ちょっとあと2人一応行ってみよう、いけるか、一応完投できるかな。今日ホームラン結構打たれてるけど、ホームラン2本も打たれてるけど、さあ最後のバッターになるか。金本選手ヒットで出てきます。これはサードゴロ。さあなんとか完投ですね。最後ホームラン浴びたんですけどなんとか完投です。川崎選手9回投げて3失点ということでちょっと不本意ですけど、これまでの成績から言うとね。まあいいでしょう、11連勝ね開幕。さあ今日のヒーローは池山選手、初回の先制ホームラン、今日のヒーローですね。川崎選手は9回投げ切って6安打3失点、なんとか完投勝利しております。味方の援護もあったんでね、 6点も援護あったんでね。さあ今日はホームラン出てますよいっぱい、ヤクルトの稲葉選手、法事選手、池山選手、広島の野村選手、江藤選手と今日は5本のホームラン出ております。さあ開幕11連勝ですヤクルト。ただねちょっと見よう、これ多分ゴメス選手にも並んだと思うんだよね、法事選手ホームランと野手トップ10。お、打率はホージー選手か、ヒットもホージー選手、ホームランね、ホージー選手とゴメス選手で6本並んでるんでね。で4本が稲葉選手か、あと3本2本とヤクルトの選手がずらーっと並んでますね。で打点が23でホージー選手なんで、打点ホームラン、まあ、ホームランは1位タイだけどね今ね。あと打率三冠王ですかね今のところ暫定、まだ三冠王に返り咲いてきましたね。さあじゃあ今日最後の試合ねやっていきましょう、横浜対まず巨人の試合、竹内の試合結果だけ見ていきましょう。さあ3連戦ね、最初は巨人が勝って次横浜が勝ちましたけども、さあホームの横浜が1位を見せました。巨人戦勝ち越しですね。さあ横浜の野村投手勝利投手、巨人はエースの桑田真澄投手で星を落としております。接戦でしたねこれ、投手戦でした。1対0でホームの横浜が勝利しております。
さあ中日阪神戦も結果だけ見ていきましょう。さあこれは中日勝ってますか、ホームの中日。ここもねホームの中日がサヨナラ勝ちしております。さあ中日のピッチャー落合投手が勝利投手、阪神今日は葛西投手敗戦投手になっております。これも投手戦でしたね、2対1。で阪神の和田豊選手、あとは中日のゴメス選手また打ったか、3試合連続でね第7号ホームランかな。ちょっとせっかく並んだのに今ちょっとゴメス選手ホームラン打ちすぎ、まだ11試合だから11試合で7ホームランとかちょっと固めしすぎだからちょっと待ってよ。いや宝二選手もね頑張りますよ、追いつくようにね。とりあえず1本打てば、今日1本打てばまた1位タイに戻るんで。で今日古田選手超不調か、じゃあちょっと今日珍しく調子いいから青柳選手入れてみるかな。で稲葉選手が不調なんでしょう。で真中渡来も不調なんで、ファーストムートン選手入れるか、今日絶好調なんでね、ムートン選手入れましょう。でこうかな、3番副島選手、4番宝二選手、5番ムートン選手でいきます。で6番戸橋選手、7番青柳選手、8番宮本選手でいきます。今日キャッチャーね今シーズン初めて先発マスクかぶります、てか初めて出場かな今日、今シーズンね青柳選手でいきます。でピッチャーが渡辺選手か、いや石井和久選手でいきましょう。渡辺選手ちょっとスタミナが C なんで、石井選手はスタミナ B なんでね、石井和久選手でいきます。あとは田畑選手とかドイスキル選手も先発なんだけどスタミナあるからちょっと調子悪いんでね、さあ今日最後の試合ですね。で一応渡辺選手入れとこう、調子いいからねベンチに入れときましょう。こんとこかな、さあ行きます。さあ今日も広島も調子悪い人多いですね。今日はキャッチャー瀬戸選手に戻ってますか、西山選手じゃないんだねキャッチャーね。さあ広島先発はミンチー投手です。さあヤクルトは先発が石井和久投手ですね。さあ今日どちらも先発投手の調子は普通です。さあミンチー投手も初対戦ですね。スライダーとシンカーがあります。シンカーの方が変化が大きいです。でスタミナ B、 コントロール C ですね。で球速マックス145なんで138とかかな、今日調子普通なんでね、スライダーとシンカーがあります。さあ風はレフトからライトに向かって吹いています。さあまず初球スライダーから入ってきました。さあそしてシンカーも早くも変化球を2つ使ってきました。さあ外シンカー決まっております。これで2-1追い込まれた。さあスライダーこれを外れます。これで 2-2 です。バッティングカウント。どうだ？豪快に引っ張っていったが、レフトフライですか。ちょっと風に戻されましたね。さあ2番池山選手、打率4割1分7厘。ここまで 3つのホームラン打っております。さあ流していった方が、センターから右側だろうな、ライト方向に流していった方が、風にね、乗せていきましょう。池山選手結構パワーあるんですけど。さあカウント 1-2 です。シンカーですね。シンカーとスライダーがあります。さあ、風に乗せていくが、力がないか。さあ、これで2アウトランナーなしに変わっております。さあ、3番添島選手、引っ張っていきたい。さあ、風はライトスタンドに向かってホームラン風。追い風が吹いております。打球の勢いが、よりつきやすい、飛距離が出やすいよ。さあ、ストレートですね、これは。ここでカウント 1-2。 どうだ、ちょっと低いか、ライトフライでした。さあヤクルトは初回三者凡退に打ち取られてしまいました。さあ石井和田投手はシュートとカーブとフォークかなあります。
で、速球が速いんでね、146ぐらい出るでしょ、今日。ね。マックス150キロぐらいだったんでね。さあ、ここまで防御率 1.56 ということで。今日もね、失点しないように行きましょう。さあ、まず今日、絶不調の野村健次郎選手を迎えております。これでフルカウントです。さあ、ここは、ポテポテのピッチャーゴロ。さあ、2番、戸町の選手を、ショートゴロにとって、ツーアウトです。さあ、前田智則選手。さあ、ちょっとコントロールにね、少し難のある石井投手、おーっと、やっぱり、言ってるとすっぽ抜けます。そして、前回ね、第1号のホームランを打たれました、江藤明選手、4番です。さあ、やはりすっぽ抜けますね、ちょっとコントロールが。定まらないですね。危ない。さあ、最後ただ真ん中シュート。見逃し三振です。さあ、デッドボールでランナー出しましたが、無失点に切り上げております。さあ、法治選手、ゴメス選手にね、並ばれた、一本差でね、抜かれてるんで今、頑張りましょう。風無風です、今。打ち放題。さあ、シンカーとスライダーですよ、ミンチー選手は。低めスライダー、これ振らされました。2番です。クーストレートか、シンカーじゃないんだ。さあ、今日ファーストで今日、ムートン選手、今日絶好調です。さあ、そこシンカー来るんだ。うおー、嫉妬。うわ、最後、シンカー。クー2者連続か。さあ、これはサードゴロ。やっぱり広島のピッチャーうまいな。他のピッチャーと比べて。細かく来るな。さあ、0対0ですね、まだ。さあ、2回裏、ヤクルトの守備です、今度は。広島は5番の金本智明選手からの打順ですね。これは、勢いがありません。さあ、レフトフライに打ち取って、ワンアウトランナーなしです。コントロールがな、石井選手、ちょっと調子が普通なんで今日。コントロールが、ブレブレですね。さあ、ですが、なんとか、ちょっと球甘いですけどね、コースは。なんとか抑えております。調子のいいバッターはね、あんまり甘いところやると、案外打ってくるからね。これをファーストゴロ。さあ、ムートン選手、自らベースを踏んで、スリーアウトチェンジです。さあ、両者、ノーヒットのまま、1回、2回終わっております。さあ、キャッチャー、青柳選手、今シーズン初めての出場ですね。初めてのスタメンマスク、被っております。キャッチャーの青柳選手です。さあ、風はライト方向に、追い風。いいとこ来るな、やっぱり。あれ、スライダーだと思っちゃうもんな。これはいい当たりだ、どうだ？これは、案外伸びていくぞ。ですが、フェンスギリギリか。案外伸びていったんですけどね、今の。さあ、ワンアウトランナーなしです。ここで8番の宮本選手。どうだ？いい当たり。これはレフトオーバーの長打になりそうだ。さあ、二塁へ。さあ、初ヒット、長打ですね。ここでワンアウト、二塁です。そして、バッティング少し、自信があります。石井和久選手。打率1割、4分3厘ということで。バッティングにも自信があります。石井和久投手ですが、これはセンターフライに倒れました。さあ、飯田選手。ちょっと打率下がってきましたけども。さあ、2球目もワンバウンド。大きく外れました。これでノーツー。さあ、3球目高めのシンカー外れて、ノースリーです。捉えたんですけどね。レフトフライですか。さあ、宮本選手のツーベースヒットだったんですが、生かすことができませんでした。3回表です。そして、これは瀬戸選手。すくい上げましたが、レフトフライです。これでワンアウトランナーなし。3回裏ヤクルトの守備ですね。
広島は9番のピッチャーミンチー選手がバッターボックス入っております。これも外れました。これでワンツー。おっと、これも外れた。ちょっとコントロール厳しいですね。さあ、それで1球入れます。コントロールがずれますね。やっぱりピッチャーにフォアボールを当ててしまいました。さあ、シュート決まりました。さあ、フォークも決まった。これで2ストライク。さあ、野村選手は3球三振。さあ、友城選手、ここはレフト線ですが、俊足の宝治選手追いついております。さあ、フォアボール出しましたが、無失点に切り上げております。さあ、スライダーとシンカーね。これはボテボテのピッチャーゴロだが、セカンド追っていきました。さあ、風はね、ライトスタンドに向かっていい感じの風が吹いてるんですけどね、なかなか飛びません。どうだ、これもいい当たりだぞ。ライト頭上を越えてきます。これは一塁ストップ。ちょっと打球早すぎましたね。さあ、ですがヒットで失礼しております。さあ、OG選手、一発見たいぞ。第7号ホームラン。さあ、2球目はすっぽ抜けました。スライダーとシンカーです。ワンアウト一塁、0対0です。4回表どうだ。センターか。さあ、武藤選手、ただ今日絶好調。さあ、風は相変わらず追い風ですね。さあ、武藤選手、続いていきます。さあ、これで2アウトですが、1、2塁。さあ、得点圏にこの回もランナー進めました。どうだ、飛ばし、ドバ来た。ドバ。さあ、ランナー2人帰ってくるか。さあ、2点タイムリーヒット、先制タイムリーヒットです。ドバシ選手、ツーベースヒットで2点先制しております。4回表、均衡が破れました。さあ、そして青柳選手、まだヒットがありません。さあ、これも際どいところ外れてノースリー。さあ、フルカウントまで待ちましたが、外しませんでした。これは際どいところ、わずかに外れましたか。さあ、また2アウト1、2塁になっております。さあ、ここで宮本選手、先ほどツーベースヒット打っておりますが、ここは打ち上げたか。さあ、ですが土橋選手の2点タイムリーヒットでヤクルト先制に成功しております。4回表です。さあ、前田選手、先ほどデッドボールで出塁しておりますね。怖いなぁ。ほんと怖い。さあ、不調とはいえね、やっぱ失投が1位選手多いんで。ですが、3球三振ですか、まず。風もね、やっぱり、追い風になって強くなってきてるから。追い風2メーターですか。あ、これも、ワンバン。わー、ちょっと、失投ですよ、今のは。さあ、失投を完璧に取られましたね。4番江藤選手、第2号ホームランですか。打たれると思った。でも、あんだけ失投してればね、それは打たれるわ。さあ、金本選手はファーストゴロ。さあ、尾形選手、さあ、これもファーストゴロ。武藤選手、自ら踏んでスリーアウトチェンジです。さあ、ですが1点差に詰められております。さあ、石井和久選手、ピッチャーですね。これはシンカー狙ってましたが、ファールです。さあ、風はレフトからライトへ向かって吹いております。さあ、石井選手はライトフライですか。さあ、飯田選手、今日2打数ノーヒット。風は向かい風に変わってしまった。さあ、ミンチー投手の変化球はスライダーとシンカーがあります。シンカーの方が少し変化が、これは読んでたんですけど、ね、ちょっと早かったか、振るのが。
ライトほぼ定時ですね。ライトフレンタルで2アウトランナーなしです。ヒットちょっと打ち損じですね。切れていきます。2アウトランナーなし、カウントは1ストライク。さあ低めのシンカー外れまして、これで 1-1 です。ワンシンカーかスライダーじゃないんだ今の。やられてしまった今のは。さあ1点リードのまま5回裏ですね。さあまず最初のバッター町田選手をセカンドゴロに打ち取りました。これでワンアウト。そして次は今日不調ですが瀬戸選手、これはどうだ、ダメか。ショートを追ってたんですがセンター前にポトリと落ちていきました。さあ先ほどフォアボールを選んでいるミンチ選手、ピッチャーには打たれたくないですね。さあ追い込んだ。さあ1球外します。さあこれで三振、これで2アウト1塁に変わっております。入らない。ほらこれは危ない。ヒヤッとしました。今フォークを完全に捉えられたんですけどライトフライに倒れております。さ3番添島選手、今日2打数1安打。これはどうだ、レフト前に落ちていきます。さあノーアウト1塁。さあここでホージ選手は犠牲バントというわけにはいかないですもんね。さあ進化外れます。ここで 1-1 です。スライダーですか。これ2-1。どうだ、いった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 。ホージ選手第7号ツーランホームラン。来た来た、またゴメス選手に落ち着きました。これでさあこれでリード3点に広げております。きっとよかった、送りバントしなくてよかった。さあ法治選手第7号ツーランホームランで3点リードに広がっております。さあそして今日2打数1安打ムートン選手、これはスライダー泳がされました。これで2ストライク1ボール。今日絶好調ですよムートン選手。さあ6番飛ばし選手、ワンアウトランナーなしです。シンカーだよね、高めシンカーから入ってきました。ワンストライク。これもシンカーか。ツーストライクですね。これは打たされました。これもライトほぼ定位置でした。さあ青柳選手、今日1打数ノーヒット1フォアボール選んでおります。さあミンチー選手はスライダーとシンカーですよ。さあこれも外れたノースリーです。今日好調の青柳選手。さあこれギリギリいっぱい決めてきました。さあこれも決めてくるか。ここでフルカウントです。さあフォアボールを狙ってたんですが最後は三振です。さあ6回裏ですね。ヤクルト守備、ヤクルトカープのね2番戸町の選手からの高打順です。上位打線のね気をつけたい。これもいい当たりですが今日ライトに入ってる副島選手取っております。これでワンアウトランナーなし。最終選手、先ほどね4番の江藤選手に豪華な一発で失投を打たれちゃったんで、まあそれ以外ね失点はしてないんですけども、これはクリーンヒットか。怖いのはまたさっきホームラン打たれた江藤選手の前でランナー溜めてしまった。これは巨大初球。うまいゲッツーだ。さあピッチャー強襲の打球だったんですがうまくさばいております。危なかった、ピッチャー返しかと思いました。さあ試合は7回ラッキーセブンです。ヤクルトの攻撃7回表、8番の宮本選手から。宮本選手打率は2割5分ちょうどですね。さあただ風がちょっと向かい風強くなってきてる。これはライトフライですね。さあ石井和久選手、まだバッターボックス入ってきます。7回裏も投げてくれるようです。
これ、うまい。いい当たり、いい当たり。どうだ？ライトジャンピングキャッチ素晴らしい。ライトちょっと前に守ってたんですが。これは進化じゃないですか。2アウトランナーなしで一番いい打選手。もっとこれは、このヒットはちょっと打つの難しいですね。ストレートか。さあ、ミンチー選手も粘ってますね。これは、いい当たり。これは、切れてく。さあ、ライトポール際でしたか。危なかった。ヒヤッとしました。金本選手。これも似たような当たり。ちょっと待って。これも、似たような当たり。危ない。ホームランではありませんでしたが。ヒヤッとしましたね。やっぱり石井選手、ちょっともうそろそろ、中継ぎに変わった方がいいですかね、今日は。これもヒットですか。くぅ、きついな。ノーアウト、一、二塁のこの試合、初めてのピンチですね。これはセンターフライか。さあ、ランナータッチアップはこれは無理ですね。これも浅い当たり、タッチアップは厳しいか。さあ、ランナー一、二塁のままツーアウト。さあ、ここでミンチー選手に代わってピンチヒッターですか。翔太選手。今日好調の翔太選手、怖いですね。これまで今シーズンホームランありませんけども、ちょっと怖いバッター。そう、追い込みました。よし、翔太選手、空振り三振、空振りか、見逃し三振。危ない。ノー無失点に抑えました、中浦です。さあ、今度8回ね、クリーンアップ2、3、4番からね、ヤクルト。さあ、小林寛永投手か。スライダー、カーブ、フォークね、フォークが一番変化があります。マックス144だか145ぐらいだかな。で、コントロール B、スタミナは F かな。さあ、またね、強いバッター出てきてます。けど、池山選手打ってくる。どうだ？これは風に戻されるか。風がライト方向に吹いていた。ちょっと逆風に、今の打球だと逆風のような形でしたね。これはどうだ？俊足。さあ、悩んだ。内野安打です。ファーストへの副島選手、内野安打。さあ、王子選手、第8号ホームラン行くか。さあ、ゴメス選手を超える。第8号ホームラン行くのか。スライダー、カーブ、フォークです。さあ、ストレートかな？ストレート待ちかな？追い風。違う、フォークか。これはゲッツーか。王子選手、ゲッツーに倒れてしまいました。さあ、8回裏ですね。石井和久選手もマウンドに上がり続けております。さあ、ヤクルトの広島のミンチー選手は、もうマウンド降りておりますけども、ちょっと嫉妬をやめて、本当に。さあ、なんとか2アウトですね。1番、2番、抑えております。まだスタミナ持つみたいですね。さあ、これ、素晴らしいとこ決まったカーブ。これで2ストライク。さあ、なんとかバットを出してきます。さあ、これはどうだ。バットの根元。さあ、ライトフライです。これでスリーアウトチェンジ。最終回です。次は4対1でヤクルト3点リードしております。さあ、この回は5番のムートン選手から。広島は2番手小林寛永投手が8回に続いてマウンドに上がっております。フォークじゃないんだ。ああ、最後ストレートか。さあ、戸橋選手、いい当たりだが向かい風だ。どうだ、打球伸びないか。やっぱり向かい風ですね。逆風。さあ、青柳選手、今日1本ぐらいヒット打っておきたい。さあ、あと先発マスクになるときは古田選手不調のときぐらいしかないんでね。もう普通の強振じゃなく打つか。ボテボテ。さあ、三者凡退に打ち取られましたが、ヤクルト引き続き3点リードで最終回9回裏の守備につきます。ちょっと疲れてきたか。
じゃあまだ3点リードあるからな。お願いしますよ。あと3人なんで。まず江藤選手を今日ホームラン打たれたんで、抑えておきたいね。ちょっと、お願いしますよ。よし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 、これでフルカウント。よし、ショートゴロ。さあ、完全にスタミナなくなったんですけど、まあ、しょうがないね。まあ、あと二人なんでなんとか、ここも完投させましょう。無理やり。OK。三球三振。これ大きいな。さあ、6番、尾形選手。最後の一人になるのか。もう、速球も125しか出ません。怖いな。おっと、これは大きく外れる。入らない。さあ、最後になるか。さあ、最後フォーク。危なもうほぼね、コントロールも定まってないし、104キロしか出なかったけど、フォーク。なんとか無理やりね、最後の2人抑えました。さあ、石井勝也選手、9回投げて、1失点。完投勝利ですね。さあ、これで開幕12連勝。さあ、今日のヒーローは久しぶりのスタメン、土橋選手です。4回表の先制タイムリーヒット。土橋選手の先制2点タイムリーヒット。今日のヒーローは土橋選手です。さあ、4対1でヤクルトが勝利しております。石井和久選手は9回投げて5安打1失点ということで。さあ、ただね、宝治選手またホームラン打ったんでよかった。ゴメス選手に並んだんでね、第7号ホームラン。さあ、これで12連勝ね。とりあえず負けることはもうない気がする。この感じだとね。あとは宝治選手三冠を取れるかどうか。まあ今日はあとだいぶ時間あるんで、まあもう一試合は無理だけど、ちょっと成績見ましょう。まあ次は阪神だね、残り。まだ一回も戦ったという阪神との3連戦かな、次は。で、チーム打率はちょっと上がったんじゃない ?3.10 ということでね、チーム打率ヤクルト 3.10。で、得点100得点。他のチームより4倍から3倍だね。で、失点は10失点。12試合で10失点なんで、1試合、失点1以下だね。で、ホームラン24本。犠牲バント3本。盗塁12個。そのうち11個が、飯田選手の飯田哲也選手。で、エラーが2つですね。さあ、宝治選手だよね。まだ宝治選手いくね。OK。4割4分9厘で、打率もトップ。まあ、ヒットもトップか、一応。まあ、ホームランもヒット1本になるからね。で、ツーベースは稲葉選手がトップ。スリーベースは、3人、あ、いっぱいいるな、スリーベース。1位がね、1本が最大だね。どの選手も。で、ホームランは、宝治選手とコメス選手が競っております。打点は、宝治選手25、稲葉選手18で続いております。まあ、そんな感じかな。あとは、フォアボールもらったやつね。飯田選手がフォアボールよく選んでおります。1番バッター。出塁率をね、高めております、飯田選手。で、犠牲バントは、春選手、ここも犠牲バント、あんのか、春選手。横浜の春選手。で、犠牲フライは、ヤクルトの選手多いですね。飯田、宝治、池山、古里、3位まで入っております。で、盗塁は飯田選手11個ということでね、もうダントツです。で、2番に鈴木孝則選手。鈴木孝則選手、鈴木孝弘選手ね。ん?鈴木孝則。鈴木孝則選手ね。2本、2個ね、盗塁しております。で、ゲッツーね、ゲッツーは宝治選手が先ゲッツーしちゃったから2つになってるけど、それだけかな、ヤクルト関係は。横浜のロバート・ローズ選手が5個、ゲッツーですね。あと高橋由伸選手、巨人のが5個ですね。で、阪神の和田豊選手がゲッツー4個で続いております。これは悪いやつね、良くない記録ね。で、エラー、これ失策、エラーも良くない記録。まあ、星野選手と久慈選手か、2個ね、記録しております。これまで12試合で。で、真中選手と渡辺選手は、まあ、1回ずつね、エラーしたと。まあ、しょうがない。強い打球とか来たらね、エラーになっちゃう時もあるんで、しょうがないですね。
で出塁率は稲葉選手が一番だと。稲葉選手すごいよね、打率4割2分2厘なのにね。でホージー選手は4割4分9厘だけど少しだけ出塁率がいいと。まああんまりでもフォアボール選んでないと。さあこんな感じですね。ホージー選手また三冠王、今ね1位、三冠ホームランがね1位タイなんで、それ以外は三冠王ですね。現時点で三冠王はホージー選手、首位打者ホームラン王打点王ね。で最多安打も22本でホージー選手、12試合で22本なんでね、とんでもない記録出そうですね。で最高出塁率は稲葉選手、まあここは三冠王には関係ないけどね。で最優秀防御率が高須選手で、まだ1個も失点してません。で最多勝利は石井和久投手と川崎健次郎投手ね。ここまで3戦全勝です。で最優秀救援セーブね、何回セーブしたか、ギリギリ接戦でね抑えたかったやつね、まあ、3回抑えたのがリベラ投手、阪神のリベラ投手です。で広島の横山投手が最優秀中継ぎか、中継ぎあんまり、大体先発して9回まで投げさせるからな、こっちな中継ぎあんまりないんですけど、2番手とかね3番手のピッチャーでいいピッチャーね、防御率がいいのが広島の横山投手ですか、 2.40 防御率ですね。で最多奪三振は32個、川崎健次郎投手3勝してるから、川崎選手は1試合で10個以上三振取ってるね、毎回ね、とんでもない記録です。でまだ月間 MVP とかはないから、まだ4月終わってないんだよね。で投手としては記録だよね、21イニングか、21イニングと3分の2と、だから9回投げて2試合丸々投げて、その後ね4回と3分の2かなまで投げると3イニングと3分の2になるから、4回の3分2アウトまで投げてそこで失点しちゃったんですけど、そこまではね無失点でした。で最多の三振は15個ね、高須選手、しかも8回までに記録してます。8回までに15個打三振取りました、高須慎吾投手。で最多フォアボール、あ最多デッドボールはミンチー投手か、ミンチー投手7個も与えたんだ、巨人戦でめちゃくちゃいいピッチングしたけどな、今回ヤクルトとやった時ね。そっか、野手は見たんだか、見てない。野手は、あ、稲葉選手の連続ヒットが10試合で止まりましたね。ただ、ホージー選手の連続出塁が12試合で継続中なんで、ね、ホージー選手、頑張ってほしいですね。三冠を目指して。さあ、連続ノーヒットが来ました。カープの西山選手、27打席。まあ、1試合大体4打席なんで、6試合ちょっとぐらい、約7試合ぐらいね、ノーヒットです。西山選手ね、ちょっとこれはきつい。で1試合の最多ヒットは4本、最多ホームランは2本、ホージー選手も記録したか、この前ね。で最多打点が6打点、ホージー選手ね。でサヨナラホームランはヤクルトは大体リードしてるんでありません。満塁ホームランは矢野選手出ております。あとこれはあんまり良くない記録ね、最多三振とか最多ゲッツー、最多エラーね。さあこんな感じですね。じゃあ今日セーブして終わりましょう。今日も3戦全勝ね。さあちょっと早いけどね、今日も終わりますよ、セーブ。間違ってロードしないようにね。さあなんとかね、ホージー選手、コメス選手に追いついてきたんで、離されないように、まあ抜かしてできれば抜かして3本差ぐらいでね1位をキープしたいところですけどね。なかなかコメス選手も毎試合打ってくるんで、かなりハイレベルなね。これだ、12試合で7本打ってるってことは、これ、このまま同じペースでいけば、と、1シーズンで73本ぐらい打つペースだからね。ゴメス選手ハイペースすぎるね。これがそのままね、怪我とかなく、130試合かな、続けば、74本とかね、のペースなんで、12試合で7本って相当なんでね。余裕でね、アジアの新記録だもんね、ホームランを74本も打ったら。
まあ、なので、まあ、かなりハイペースな争いですけどね、頑張っていきたいと思います、次回もね。さあということで今日は終わりますよ。さあではね、あといつもの告知です。一つは今ニコ生とツイッチと同時に放送していて、ツイッチの方が少し画質がいいのと滑らかに動くようになってるんで、綺麗な映像を見たい人はツイッチの方も見てみてください。で特にニコ生は一般会員だと混雑時とか画質落とされちゃうんで、ツイッチであれば回線とギガが許す限りはかなり高画質で見れるんで、もしよければどうぞ。録画もニコ生とツイッチ、あとツイッチで流したのと同じものを YouTube の方にも録画アーカイブとして残してあります。まあそれぞれ見やすいサイトで見てみてください。あとは放送のスケジュールは水曜日以外やる予定になってます。なので明日は定休日で休みです。で時間は8時から10時で変わりません。ただ最近水曜日以外でも臨時の休みが増えてるんで、その日放送があるかどうか、これもツイッター見るとわかるようにしてます。放送がある日は早くてお昼過ぎか遅くても放送の1時間前にはニコ生で予約をしたっていうツイートするんで、それがあれば休養がない限りは放送があるんで目安にしてみてください。あとは良ければニコ生のコミュニティ参加と、ツイッチのチャンネル登録ももし良ければお願いします。ということでね、まあ負け知らず12連勝、まあ法人選手もとりあえずゴメス選手に並んだんでホームランをね、良かったと思います。今日のところはね、また次回も頑張っていきます。13試合目からね、次回ね、阪神戦かな、次回阪神との3連戦頑張っていきたいと思います。ということでお疲れ様でした。あとはエンディングです。